それは高校を卒業した後日、確か10日くらいだったかな。僕らは連絡を取り合い、クラスメイトみんなで集まって何かしようということになった。当日突然雨が降ってきたせいで、僕は時間ギリギリで着いたんだけど、多分行けないと思うって言っていた T 君が時間ギリギリで来ることができた。傘を忘れたのか、全身ずぶ濡れだったんだけどね。でも代わりに S さんは楽しみにしているねと言っていたのに、来ることができなかった。連絡しても既読もつかないし、一体どうしたんだろう。雨が降っているということで、外で何かすることはできないし、T 君が傘を持っていないようだったので遠くに行けず、近くの店で食事をすることにしたんだ。さすがに30人もいると、予約でもしておかないと無理だから、数人でグループを作って、別々の店に入ることにしたんだ。これだと集まった意味がないんじゃないかと思うんだけど、仕方ないよね。僕は T 君と K 君、あと女子2人と店に入ったんだ。それで食事の途中に、最近起きたいいことはあるかという話になったんだ。それで女子二人が先に行って、三番目だった僕は特にないかな。今日だって雨が降っちゃって、そのせいで遅れそうになっちゃったしね、と答えたんだ。次に K 君は、俺も特にないけど、みんなと会えてよかったと思ってるよ。卒業してからあまり経ってないけどね。ああ、でも S さんは来れてないんだったな、って言った。最後に T 君なんだけど、変なことを言っていて、最近だと同じく特にないんだけど、そうだな、今日雨が降ってくれてよかったと思っている。そのおかげで俺は来れたしな、なんてことを言ってたんだ。さっきも言ったけど、全身ずぶ濡れで来たんだけどね。その頃に食べ終わったし、店を出てみんなと会った後に解散したんだ。後日、特にすることもなかったからニュースを見ていたら、S さんが殺害されたと報道されていた。僕は突然のことで、ピタッと固まってしまった。死亡推定時刻は、みんなで集まった当日で、しかも集まった時間の少し前。最初は信じたくなかった。場所は家の中だから、通り魔なんてことはないし、強盗だとしてもおかしいらしい。
家は荒らされていないし、何も奪われていないという。まるでSさんを殺すことしか考えていなかったかのように、何度も刺されていたんだって。そこで僕は、考えてはいけないことを考えてしまった。もしかしたら、T 君が犯人なんじゃないかなってね。僕だって遅れそうだったから、時間ギリギリだったのは普通だとしても、全身ずぶ濡れなのはおかしいんだ。だって、たかが雨だ。なのに T 君は水浸しだった。みんなは、雨の中走ったことはあるかい？ある人は思い出してみよう。全身濡れたことがあるかい？僕はない。それに T 君は、雨が降ってくれてよかったと言っていた。それはもしかして、S さんの家に入り殺害。S さんの家はインターホンを押されるとカメラに映るらしいので、知り合いでなければ開けないだろう。それで、シャワーかお風呂かに服を着たまま入ることで、頑張って血を落とそうとしたんじゃないだろうか。だから、雨が降ったことで、服が濡れていることをごまかせたから、よかったなんて言ったのではないか。服を着替えなかったのは、着替えることができなかったから。女の子の家なんだから、男用の服なんてあるわけがない。そして、その後僕らのところに来ることで、アリバイを作ろうとした。そこまで考えたら恐ろしくなった。でも、恐ろしくなった理由はそれだけじゃないんだ。どこからか、視線を感じた。誰も家に入れていないから、リビングの窓からなんだろうかと、そちらを覗くと人影があったんだ。まさかと思ってカーテンを開けたんだ。そうしたら、T 君が窓にべったりと張り付いて僕を見ていた。口が動いていた。声は聞こえなかったけど、なんて言っているかは分かってしまったんだ。気づいてしまったんだね。じゃあ、次は君の番だ。僕は恐ろしくなって逃げ出した。警察には行っていない。言おうかと思うと必ず、どこからか視線を感じるんだ。だからもう、彼のことは考えるのをやめてしまった。